信頼リーメンバーの高橋です。今回ですね、自己分析を実践する企画を行っていきたいと思います。今回のこれはジョブリックさんとのコラボ企画でして、ここで使うフレームワークだったり、この発展バージョンというのはジョブリックさんの方でね、記事公開されているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで、今回ディフレクション自己分析を教えていただく熊平様です。熊平様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。自己紹介軽くお願いしてもよろしいでしょうか。はい、21世紀学び研究所の代表を務めております熊平美香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リフレクションを日本の当たり前にするという活動をしております。今日は就活にリフレクションがどう活かせるかをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。東京大学工学部3年のアボトールと申します。現在休学中でジョブピックスの編集部で長期インターンをしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？ちょっと緊張してます。就活をやってた時は自分のやりたいことがあったんですか？いや、もう就活をやってた時は全然なくて、はいはい、みんなが受ける気はとりあえず受けようみたいな、はいはいはい、本当にその良くない就活生の人でした。今日リフレクション自己分析やってもらうと思うんですけど、リフレクション自己分析、その自己分析するやる目的とかする理由って何なんですかね？まずリフレクションすると自分のことが分かりますよね、はい、うん、はい、それから自分がその何を大事にしてるかってことが分かると、そこを軸にそのビジョンがはっきりしてくると、はい、人の能力はすごくこう大きくなっていくっていうふうに言われているので、うん、はい、みんながこうやりがいを持った時に出てくるエネルギー、うん、そういうものを感じ取ってもらいたいと思いますし、そのためにも自分を知るっていうことからスタートしようというのがご提案になります。ありがとうございます。今回ですね、自己分析、私の方は動画でやって、でアボさんのリフレクション自己分析は記事の方で公開させていただきます。今回のリフレクション自己分析のまずファーストステップ、9つの価値観から3つに絞って、うん、その後1つに絞るっていうのがあると思うんですけども、それはぜひここにも表示するので、皆さんもちょっとここで情報を一時停止して自分で選んでみてください。私はもう3つ選んできました。3つ選んできたんですけど、全部大事で1つ選べなかったんですね。アボさん、これ割とすんなり選べましたか？いや、僕も実はすごい悩んで4つぐらいに絞ったんですけど、そこからもう、はい、もう勘で選んだみたいな。勘で選んだ。これ選ぶポイントとかってあるんですか？ごめんね、別に選ばなくてもよかったよ。っていうか、その自分にとって大事なものが何かっていうことを聞いてるだけなので、はい、3つとか4つとかでどうしても選べなかったら4枚書いてもらってもよかった。あ、なるほど。はいはいはい。でしかもそのキーワード自体が重要な部分もあるんだけれども、はい、この皆さんに書いていただいたシートでは価値観のところに何が出てくるかが一番重要。もうここです、ね、うん、そこに自分が何を大事にしているのかっていうことに対するヒントがあります。はい、うん、なので何枚書いてもらってもいいので、はい、うん、そしてまだこの段階では本物の自分に出会えているかどうかわからないっていう今状況。はいはいはい、うん、私は3つに一応絞り込んできて、うん、このシートを一応埋めてきたんですけど、はい、ありがとうございます。ここから私のモチベーションの原則って、うん、ここに書いてあるのは、はい、人を見下すとか否定するような人っていうのが苦手っていうことだから、はい、そうですね、はい、っていうことは逆に言うと多様な価値観があっていいってことなんじゃないかなって、私はちょっと、それはあると思います、価値観は。なので同じじゃなきゃ嫌って言ってるけど、そうじゃなくて多様性を認め合えるような仲間がいいのかなとかまず思いましたね。これから、うん、新しいこと好きなのね。好きです。マンネリダメなのね。はい。新しいことをやったら何が起きるんですか？ワクワクします。どこにどこにワクワクするんだろう。新しいスキルが身につくっていうのももちろんあると思うし、はいはいはい、知らないことに遭遇するっていうのもあると思うし、新しい人に出会える、人に出会う、はい、ことじゃなくて人に出会う、人ですね、人が大きいと思う。それってさっきの話ともつながってくるよね、はい、多様性の話と、はい、うん、新しい人との出会いっていうのが生まれるような新しい何かをやることが一番いいんで、新しいことだけをやることににも関心あるの。いや、でも人は人が関わらないじゃないの。はい、なるほど。だからとか動画だったり営業っていうのは間違いなく人と関わるよね、はいはい、人と関わるの何が大事なんですか？
何が好きなの？今回このアボさんにも来ていただいたんですけど、うん、なんか違う人生を読んできたりしてるじゃないですか、うん、どういう人生を読んできたんだろうって聞くのが楽しい人の人生楽しいんだ、はい、いろんな世界、はい、うん、に触れていたかったり、はい、可能性を閉じるみたいな感覚ってあるの？何か一つに決めちゃうと他がなくなっちゃうっていう、はい、まあ、選択ってそういうことなんだけど、はいはいはい、それが嫌とかするんじゃない？あ、それは嫌なのも、それも嫌なの、はい、うん、そうするとやっぱり人生の可能性をどんどんこう探求していきたいみたいな、はい、うん、なんか そういうところが見えてきたね。はい、うん、そういうところはあると思います、うん、さて今ちょっといろいろ振り返ってみたんだけど、はい、感想聞いてもいい？そうですね、私もこの価値観があるなっていうのは、まあ、薄々気づいたりしてはいたんですけど、まあ、気づいていつつも、じゃあどういうふうに企業を選んでいけばいいのかなっていうところとか、こういうのが分かって、で何になるのかなっていうのがちょっとまだ分からないです。なるほどね、はい、私が今聞いている限りにおいては組織の中に閉じた仕事はあまり向かない、はい、好きじゃないのかなって思いました、はい、いつも同じメンバーで同じ仕事を毎日やるっていうような雰囲気の仕事じゃなくて、はい、うん、営業もそうだし今の動画も撮影もそうだと思うけど、はい、外といろんな人との接点が、まあ、あるというようなあのことが可能な仕事を選ぶっていうのは大事なのかなと思います。いました。はい、選択肢がなんか閉じるような感じっていうのが嫌なんだとしたら、はい、いろんな種類の情報に触れていたいのか、はい、例えば、まあ、あの記事を書くっていうことだったりすると、はい、もう常に新しいものを模索しなきゃならないから、はい、仕事でもその選択肢の広がりみたいなものを体験することもできるけれども、はい、そういうことなのか、もう少し自分に寄せた選択肢の話なのかっていうのはちょっと自分も私まだ分かってないな。他の人に選択肢を届けたい、うん、あ、他の人に選択肢を届けたいのね、はい、あ、なるほど、じゃあいいんじゃない、そういう人の人生の選択肢があの広がっていく可能性、はい、そういうものに、まあ、貢献したいっていうキーワードもあったから、うん、それも課題感があることであれば、はい、そういうことを仕事にしてもいいのかなと思いました。今多分私熊平さんと話してて、うん、自分の価値観とか、うん、そこと合ってる業界とかが分かったと思うんですけど、うん、友達とやるってなったら、うん、多分ここまで深掘りは難しいと思うんですよね、うんうん、で、はい、友達とこの今の対話のワークをする時のポイントは、はい、記事で公開したので記事でぜひ見てみてほしいです。はい、ということで、あの私のリフレクション自己分析は以上になります。今その自分の軸とかやりたいこととか自分の価値観とかで、ね、悩んでる人はぜひこのリフレクション自己分析、まず9個の選んでから3つに絞るっていうのもすごい簡単で多分とかかりやすいと思うのでぜひやってみてください。熊平先生に質問なんですが、はい、就活における自己分析だとエントリーシートを書く前に、うん、あの自己分析をやっておしまいみたいなケースが結構あると思うんですけども、リフレクションと自己分析どういう違いがあるんでしょうか？リフレクションはもう日々やっていただきたいことではあるんですけども、特に就活において仕事に関係するような多分お話をいろいろ聞いたり、いろんな、まあ、インターンシップをやったりいろんな経験されると思うので、そこを引き続きリフレクションしてもらうと自分をより深く知ることができるようになると思います、うん、だから経験があればあるほどそのリフレクションの深みが出てくるから、はい、それをずっと繰り返してもらうとよりはっきり自分を知れるっていうことでいい就活になるんじゃないかと思うので、はい、リフレクション自己分析って、うん、その就活の自己分析だったら、うん、BS に書く前にやって終わりっていう感じなんですけどリフレクション自己分析は経験をするために例えばインターンに参加したりとかするために何回もやっていく、ぜひやってほしい。はい、やりましょう。次にこちらの説明をお願いいたします。はい、少し説明をさせていただきます。はい、私たちはまあ過去、現在、未来と常につながった形で生きています。で、自分が大切にしていることっていうのをやはり過去から現在の部分を振り返ることによって、知ることができる。だから自分を知るためのリフレクションっていうのが、今日やっていることになります。で、同時にそれが分かってくると今度それは未来を決める、うん、未来を想像するための今の決断に
この大事にしている価値観っていうのが影響を起こしてくるということになるので、その自分の大事にしている価値観をしっかりと知って、そして未来を作っていくっていうふうになると、まあ、またそれを振り返るっていう未来が過去になっていくわけなんですが、そんなふうにしてリフレクションを決断に生かしていただけるといいかなっていうふうに思っています。人生の、まあ、進路の選択っていうことね、皆さんにとっては多分就活っていうのは人生で初めての大きな意思決定だし、その割には情報がないから、すごく未知なるものに対して意思決定するって難しいなって思うんですけども、だからこそ頼りになるのは自分しかないっていうふうに思ってもらって、自分が何者なのかを知るっていうことにやっぱりエネルギー注いでもらうといいかなと思います。解説は以上になります。ありがとうございます。ということで、後編のアバさんのリフレクション自己分析と、あと今回のこのフレームワークとかダウンロードできるのは、ジョロピックスさんの記事で公開されているので、ぜひこちらを見てみてください。それでは本日はお二方ありがとうございました。